これがストレートアイロン でこれがドライヤーで、これがカールアイロン。これだけ全部並べたらもう30万弱ぐらい。はい、おはようございます、松原です。じゃあ今日なんですけど、ヘアビューロンの凄さを語る、5万円出しても手に入れるべき理由とはという話をですね、していこうと思います。で、髪が蘇る、髪が傷まないとか、あとドライヤーの風を顔に当てるだけで顔がリフトアップするっていうような謎すぎるですね、この商品についてちょっと喋っていこうと思います。で、まあ、僕自身ですね、まあ、美容の仕事をですね15年以上やってきているので、まあ、このヘアビューロンシリーズについても結構喋ることができるんですけども、これ実はもう出た当初から、まあ僕自身はですね、使い続けてるんで、まあ、皆さんにすごい、あ、そうだったんだっていうふうに思ってもらえるようなレビューができると思います。で、今は高級ホテルとかでもこのヘアビューロンシリーズが置かれていたりしてて、まあ、こうじわじわですね人気が出てきてるんですけども、まあ、自称ですよ、自称ヘアビューロンマニアの、まあ、僕がですね、まあ、これから買おうって思って検討している人とかで、買いたいんだけどどんな商品かもっと詳しく知りたいっていう人に向けてですね、ちょっと喋っていきたいと思います。まあ、持っている人にですね、うん、こんなのもあったんだっていうような商品の紹介もできると思うんで、このまま見続けてもらえると嬉しいです。で、まあ、このですね、動画を見終わる頃にはちょっとヘアビューロンちょっと興味湧いたなとか、買ってみようかなって思ってもらえると嬉しいですね。で、まあ、あとはチャンネル登録ですね、まあ、美容の、商品のレビューとか、ガンガンやっていきますので、チャンネル登録してもらうと、まあ、通知がですね行くようになるので、ぜひお願いします。では行きましょう。で、まず日本一高級なヘアアイロンの簡単な紹介をしていこうと思うんですけども、まあ、これ持っている人はちょっと飛ばしてもらってもいいんですけど、持ってない人のためにちょっと喋っていくと、まずこれがストレートアイロン でこれがドライヤー、まあ、かっこいいですよね。で、これがカールアイロン固定で、まあ、今お見せした3つが、まあ、最新のモデルなんですけども、そしてこれが、まあ、ドライヤー1個前になるのかなの、ドライヤーとストレートアイロンとカールアイロン固定ですね。で、これが 3D プラスっていう種類になるんですけど、さっきお見せした黒いやつは 4D プラスという商品ですね。まあ、商品紹介のページをですね、まあ、公式のウェブサイトで見てみると、美の方程式、ここら辺にちょっと美の方程式っていうのを載せておくんですけど、っていうの、まあ、美の方程式っていうのが書いてあって、まあ、僕はちょっと理解不能だったんですけど、この話はまた後でちょっと喋っていきます。で、まず商品の金額をですねバッと言っていこうと思うんですけど、まずこのドライヤーレプロナイザー 4D プラスで、こちらは税込みで5万7200円。めちゃくちゃ高級品で、ちなみにこう比較すると、これは、こっちの白い方はレプロナイザー 3D プラス。これは4万1800円。なんで、ここでも1万5000円ぐらいの開きがあります。で、続いて、ストレートアイロン。これですね。このストレートアイロンと、これも、まあ、1個の方が違うんですよ。このストレートアイロンは、こっちが4万9500円で、こっちは3万8500円。こちらも約1万円ぐらいの金額があります。で、コテ、カールアイロンですね。で、こちらもこんな感じで、で金額は4万9500円と3万8500円。まあ、ストレートアイロンとカールアイロン、値段が同じ。まあ、これも1万円ぐらいの差があります。これだけ全部並べたらもう30万弱ぐらいなんで、めちゃくちゃ高いんですよね。今のシーンだけ見るとヘアビューロマニアみたいな感じがするんですけど、他に実は商品がまだあって、シャンプーとかもあるんですよね。
で、それはヘアタイムセスっていうシリーズなんですけど、こちらが、シャンプーで、こちらがトリートメントで、あとはこちらがスカルプエッセンスっていう頭皮用の商品、あとミストもあるんですけども、こちらはシャンプートリートメントが4,730円で、スカルプエッセンスは8,030円っていうようなお値段になってます。これシャンプーとかがあるっていうの結構知らないっていう人もいたんですけど、めちゃくちゃいいですからね。これツルッツルになります。で、他にもスキンケアも実は商品出してて、化粧水とか乳液とかで、まあ、これはもう画像でパッて出すんですけど、このマスク、この顔のパックですね、これ一回僕使ったことあるんですけど、まあ、これもめちゃくちゃ良かったです。このパックここに出しておきますけどね。で、値段はでもめちゃくちゃ高いですね。6枚入りで16,500円なんですよ。ということは1枚あたり2500円の顔のパック。はい、で続いてなんですけど、続いては商品を買おうか悩んでる人に向けてにまず喋っていこうと思うんですけど、ヘアビューロンのこの凄さっていうのをちょっと喋っていきますね。で、まあ、公式の動画出てるんですけど YouTube で、でその動画を見るともうすごい結構驚きの結果があるんで、まあ、そこは概要欄にちょっと貼っとくんですけども、このコテ、例えばこのコテで髪をこうやって巻くじゃないですか。で、この状態で10分間ずっと当てっぱなしにしてる動画とか、あとはこのストレートアイロンで髪の毛の同じところをこうやってずっと通すの、これ1時間ずっとやり続けるとか、すごい実験してて、で普通のコテとかストレートアイロン使ったらもう髪の毛もバキバキになっちゃうんですよ、そんなことしてたら。でも使い終わったらもう髪がむしろツヤツヤになって、で髪の毛の中の水分量も上がったっていう検証結果が出てて、めちゃめちゃすごいことになってるんですよ。あとは、まあ、このドライヤーなんですけど、まあ、さっきもちょっと冒頭で喋ったんですけど、こう音符でバーって乾かした後に冷風、冷たい風に切り替えて顔に当てると、今度顔がリフトアップするんですよ。でもうドライヤーじゃなくてもう美顔器みたいな効果もある商品で、でさらにすごい実験してて、厚さが12ミリのガラス越しにこうドライヤーを当てて髪がどうなるかって、まあちょっとこれ灰皿なんですけど、いわゆるこうなって、この状態で風を当ててこっち側の人に風は当たらないんですけど、このガラス越しで言っても髪が収まったりするっていう効果が出てたっていう動画があって、結構衝撃的なんですよね。髪をドライヤーとかも乾かすっていうものではもうもはやないよっていうふうに言ってるんですよね。もうすごい話ですよこれは。もうドライヤーの時代は終わったって書いてありましたからね、公式のサイトに。まあ、なのでそれはまた興味がある人はリンク先で見ておいてください。でヘアビューロンとレプロナイザーっていう商品名なんですけど、ちょっとややこしい部分があって、会社名はリュミエリーナっていう会社なんですよ。なんでリュミエリーナのこうレプロナイザーとかヘアビューロンっていう商品名ですね。まあ、なぜそんなことが起きるのかっていう話なんですけども、まあ、多くの美容師さんたちも実はこの商品についてちゃんと喋れる人ってほぼいないっていう、こう割と謎な商品なんですよね。この商品のなんか凄さみたいなのを喋れる人が本当少なくて、ただこれのなんか認知度自体はどんどん高くなっていって、迷ってるなったらこれいいよっていうようなアドバイスはみんなできるんですよ。で、まあ本当ホームページを見てみても、なんか物理学とか量子力学って書いてあって、説明もずらーって書いてあって、まあ、見ても本当に分かんないんですよね。でそこに美の方程式って書いてあって、それももう分かんないんですよ。もう科学の世界の話になってきちゃうんで。ただ、まあ、この通常もうこれ180度の熱とかでこうアイロンとかすると、まあ、髪の毛の中のこうタンパク質変性っていうのを起こしちゃうんですけど、このヘアビューロンシリーズはそれが起きないんですよね。
あと普通にアイロンしててもカラーの色持ちも良くて、こう色がこう抜けちゃうっていうのが少ないような気がしてて、まあ、それぐらいすごい商品ってことですね。で、まあ、今後、まあ、どうやらちょっと噂レベルなんですけど、まあ、ブリーチとかカラーとかもここの会社出すみたいで、まあ、傷まないのはもうもちろんだし、カラーを例えば美容院とかに行って塗ってもらってる時に顔がリフトアップするっていうような、そんな商品も出るっていう噂があるんで、これはちょっと僕自身はすごい楽しみですね。まあ、で結局謎にすごいんで、髪のダメージとかが気になってる人とか、髪にツヤが欲しいとか、今よりも髪の毛をもう傷ませたくないっていう人たちはもう、こう安いアイロンとかカールアイロンを買うぐらいだったら、ちょっとお金貯めてこのシリーズを買って毎日使ってった方が絶対いいと思います。もう本当に毎日のことなんで、いいものを使った方がいいです。これも結構、他にも質問があったんですけど、ヘアビューザーっていう名前とレプロナイザーとか両方ともドライヤーなんですけど、これ何が違うのっていうふうに聞かれるんですけど、もともとはヘアビューロンっていうシリーズの商品と、ドライヤーがヘアビューザーっていう商品だったんですけど、ここが名前が変わってレプロナイザーっていうふうに変わったんですよ。なんで今はヘアビューロンとレプロナイザーっていうのが、まあ、一応最新のモデルになってます。で、2019年にこう新しい商品が出るぞっていう風になって待ってたんですけど、なんか新しく出たシリーズは 3D プラスってきて 4D プラスってきたんで、もう次 5D プラスかなと思ったら、なぜか 3D プラスだったっていう、まあそれちょっと僕もわかんないんですけど、まあなんでもうすぐですね。いつも大体こう1年周期で新しい商品が出てくるんで、まあ今年の末ぐらいにはまた新しい新商品が出るんじゃないかなと思ってます。あとは、まあ発売当初からずっと使ってて、まあ、ちょっと不具合だなっていう思うところもやっぱりあるんですよね。まあ、それは例えばこの白いボディとかだと、そう、ちょっとこの白いボディだとこの辺とかが黄ばむんですよね。なんかおしゃれだけどちょっと黄ばんじゃうっていうところが弱点。逆にこの新しいこっちだと、もうこれも1年以上使ってますけど全然綺麗ですからね。まあ、そういった意味でも、まあ、圧倒的にこっちの 4D の方がいいかなって思ってます。であと注意点なんですけど、あのヘアオイルとかを乾かす前につけたりとかアイロンする前に使ったりすると思うんですけど、それいいことなんですけど、このヘアビューロンシリーズを使うときはオイルとかはつけない方がいいよっていうふうに公式で書いてありました。まあ、つけてもいいと思うんですけど、一応公式はそう言ってます。はい、ということで、まあ、まとめ入ります。で、まあ、初期から使ってきて自分が思うこととしては、まあ、製品自体はめちゃくちゃいいです。本当にいい、おすすめ、高いけどおすすめ。まあ、美容業をやってる人たちっていうのもそれをやっぱり思って実感してるんですよ。まあ、美容師さんもそうだし、エステやってる人もそうだと思うんですけど、物がいいっていうのはすごい分かってるんですよ。ただ意味不明すぎるんですね。その原理が分からないから、なんか分かんないけどめちゃくちゃいいみたいな。なんでちょっと不透明なところがある分、変にアンチっぽいことを言ってる人もいるんですよ。まあ、それはもう事実。ただ個人的には長く使ってきて思うのは、めちゃくちゃいいなこの商品って思ってます。で、まあ個人的には今後、まあ、新しい商品が多分出てくると思うんで、もう出てきたらもうもはやファンなんで、まあ、買い続けるし愛用し続けるっていうふうに思ってますし、まあ、見てもらってる皆さんにも、まあ、これをぜひですねおすすめしたいなと思って今回の動画を作りました。はい、まあ、ということですね。まあ、今回の動画が少しでも参考になれば嬉しいなって思うのと、まあ、今後もですねこういった美容商品のレビューとかスキンケア商品の話とか、まあ、メンズに向けてのスキンケアの話なんかもですねしていきますので、ぜひチャンネル登録とコメントももらえるとめちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひお願いします。じゃあ今日は見ていただきありがとうございました。